エルイン・ナルイバーイコは、ウクライナコサックの統領、1594年から1596年にかけて、ポーランド・リトアニア共和国におけるコサック反乱の指導者。伝承によれば、ナルイバーイコは、ポーランド・リトアニア共和国ルーシ県、グシャーティン町、ルーシ人の川西区人の家で生まれた。若い頃、父が、アレクサンダー・カリノフス機構の部下によって殺されたので、2位。 デムヤンが勉強していたオストローフ町へ母と共に引っ越した。その後、ウクライナコサックの根拠地ザポロージャのシ位地へ出向いてコサック軍に入隊し、オスマン帝国とクリミア半国へのコサック出兵にしばしば加わった。オストローフに帰省したナルイバー以コは、ウクライナの大み、コンスタンティーン・バスイーリオストロージク以降の旧帝番主の100人隊長となった。 当時のポーランドの歴史家、イオヒム・ベイリスキによると、ナルイバーイコは、不思議な人物で美男であり、それに素晴らしい奉仕でもあったと述べている。1594年、ナルイバーイコは、オストロージク以降の宮廷を去り、ブラーツラウ地方の住民から、コサックの部隊を編成した。同年の夏、2500人のコサックを率いて、モルダビア公国へ出陣し、 ハンガリー王国への略奪に向かうクリミア・タタールの軍勢を打ち破って、おびただしい戦利品を獲得した。ナルイバーイコの乱を記念するウクライナの降下帰国後、ナルイバーイコは、ウクライナの全コサックに、ポーランド・リトアニア共和国の貴族を中心とした政治体制を打倒するように呼びかけた。その呼びかけに1594年と1595年に、古いホーリー・ロボダーの 登録コサックとマトビーシャウーラのサポロージャコサックが応じ、ウクライナで大きなコサックの乱が始まった。反乱軍は、ウクライナの町人や農民が加担することによって力を増し、ブラーツラウ、フシャーティン、カーニウ、チェルカースイ、バール、ルーチク、スルーチク、モヒレウなどの町々を略奪した。1595年末。 ポーランドリトアニア共和国の政府が反乱を鎮めるためにスタニスワフ・ジューキーエフスキが率いる軍勢を派遣したのでナルイバー・イコはバラバラで活躍していた反乱軍の部隊をビーラ・ツェールクバ町で合流させたしかし反乱軍は決戦で政府軍に負けサガン・ウクライナへ撤退したナルイバー・イコはサガン・ウクライナのソロルイーツヤガーの歌で取り出を築いてそこへ 反乱軍を入れたものの、まもなく、政府軍に包囲された。ソロネイーツや側の戦いの後、1596年6月7日、反乱の指導者の一部は、政府軍による、斜面の約束を信じて、ナルイバーイコと数人の過激派の司令官を政府軍に渡した。しかし、政府軍は、約束を破り、取りに軍勢を入れて反乱者を皆殺しにした。ナルイバーイコは、 首都のワルシャワへ運ばれ、拷問を受け処刑された。伝承によれば、彼は、銅製の窯で焼かれたという。ナルイバーイコの同時代には、ナルイバーイコが大盗賊であると認識が、一般的であったが、17世紀以後に力を増してきた。コサックは、ナルイバーイコを、ウクライナ同胞のために命を投げ捨てた、大英雄だったと評価するようになった。そのような評価は、18世紀末に書かれた。 コサック長官の歴史観を表す、ルーシ人の歴史に具体的に紹介されている。また、ナルイバーアイコの英雄神話は、タラス・シェウチェンコや、イヴァン・レイなどの19世紀の文学者によって発展させられた。現在、ウクライナ、テルノーピリ州、グシャーティン氏。ありがとうございます。